よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は日光フランス人失踪事件の方に来ております。結構有名な事件ですね。なんかご家族がよく来日とかして探しになっていらっしゃいましたけど、はい、なんかでもそれほど認知度が少ないのかなって僕の意見なんですけど、はい、概要を説明させていただきます。お願いします。フランス人のティフェンヌ・ベロンさんは7月27日に来日しました。翌28日に日光に入り、2泊して30日にチェックアウトの予定になります。しかしチェックアウトの時間になってもベロンさんの姿はなく、宿泊施設のオーナーによって30日に警察に相談があり、その後大使館を通じてフランスにおられるご家族にその知らせがあったそうです。29日の動きになります。朝食時にフランス人カップル、ドイツ人カップルとお話をし、2組の会話では訪問予定の場所として中禅寺湖、東照宮を挙げていたといいます。また看板が淵に行くと言っていた報道もあります。ホテルの情報になります。部屋の中にパスポートや旅行バッグが置かれたままになっていた。携帯の位置情報はホテル周辺で泊まっていた。でご家族の談話になります。ティフェンヌ・ベロンさん、転換の持病について学生時代に発症し、規則的に薬を服用していた。最近は頻繁に短い発作を起こす。2番目、トレッキングの趣味はない。自然ではなく日本文化に触れるために旅行している。で今年7月になるんですけども、国連はベロンさんについて日本政府に対して情報の提供を要請しました。ベロンさん29日に行こうとしていた場所になります。カンマンガ淵、別所跡、陽光石。まずはどうしましょう。まずはですね、ここカンマンガ淵になります。ここカンマンガ淵はどういう場所ですか。カンマンガ淵、以前動画を見ていただいた方は分かるかと思うんですけど、お地蔵さんがたくさんありまして、行きと帰りお地蔵さんの数が違うという不思議な場所になります。まず実際違ってましたもんね。違ってましたね。僕も含めて3人でしたっけ、いて、みんなバラバラでしたね。そうですね。正確に数えたつもりだったんですけど、まずはこのカンマンガ淵に来ていたかもしれないということなので、この辺りを捜査させていただきたいと思います。はい、先生、例の機会があったら教えてください。外国の方が多いですね。フランス人の方が5年前にね、いなくなったっていうのがあって、外国の方、女性なんかしてたりします。僕たちから見てフランス人って分かんないですよね、外見が。そうですね、外国人が外国人ですね。通った今。ああ、外国人の方いっぱいもんね。特徴、当時の服装が白いタンクトップ。
かんない。ありがとうございます。なんでここにいるんですか。お寺かな。お寺、ここにいたな、偶然。あ、人いっぱいいるから。難しいですね、海外の方を説明って。この方はどういう例ですか。30代、40代の女性の方、見た目がお寺の方にいて、そこから今日この辺まで来たっていうのは、うん、なんか人がいっぱいいるからここまで来たって言ってました、うん、血色いいですよ、だいぶ。じゃあちゃんとご飯食べてます。聞いてました。これなんか難しいですね、はい、写真を見せるしか多分ないですよね。はい、外国人の方が行方不明になったという事件があって、聞いたことあります。なんかいなくなったとか。あ、川探してたんですよね。そしたら、うん、ない、わかんない。ありがとうございます。海外の方、女性なんですけど、行方不明になった事件があって、いなくなっちゃって、なんかそういうのって聞いたことあります。これが当時着てた服。青が、わかんない。出る人いないですかね。ありがとうございます。知らなそうですね、全然。何か隠れてる。隠れたり逃げたりする。お兄ちゃん見つかると思わなかった。いや、見つかったよ。鬼ね、鬼、鬼さん。で、外国人のさ、女性の方がいなくなったって聞いたことある。外国人、うん、生きてる人、うん、うんと今も生きてると信じたいんだけど。ちなみに、そのなんでそういうふうに生きてる人って聞いたの。亡くなってる人もいいの。亡くなってる人だっていいの。あ、いない。そっか。一応いい、フランス人の女性なんだ。わかんない。5年前、
平成、昭和、昭和、うん、平成はね、今昭和でしょう。昭和の次はね、平成って。ありがとうね。知ってる人いるかな？知ってない？そう？ありがとう。知ってないんじゃないかなって言ってる。子供ですか？子供なんです。2018年7月29日から栃木県日光にて行方不明、転換の持病もあり一刻を争う状態、キフェンヌ・ベロンさん。髪の色明るい茶色、目の色グリーンアイ。呼び込んでみます。これコンビニの前日から着いた日みたいな。7月28日29日、何か変わったことを目撃した方、どんなことでも情報が少しであればこちらの方まで、日光警察署の方まで連絡をお願いいたします。どうですか、聞き込みした感じ。知ってる方がいないので、うん、滝野神社の方に行きたいと思います、うん、お願いします。不明になったということで来させてもらってるんですけど、まあ、探偵じゃないです。いや、警察でもない。海外の方、女性。ああ、そうそう、近くに住んでいた、近くに泊まった人、わかりますか？写真撮れる。そう、近くですよ、確か、うん、宿が。オレンジ、オレンジですっけ、オレンジ、オレンジ色。男性向かいに来たんです。50、60の男性、日本人、海外の人。日本人。これも怖い。なんかいっぱい警察の方いっぱい行ってんじゃないですか、この辺も。誰に聞いたの？見たんですか？聞いたんですか？車って、車の特徴とかって分かったりします？色とか。車に乗っていったやつがべって、一緒に乗っ、無理やりとか聞いたことあります。無理やりなのか自分から乗ったのかとか。どこで乗ったって聞いたんですか？
ホテルの裏、で乗って、ホテルの裏で乗っていったのを見たってことですか？それを聞いたんですか？乗ったってのは自分から乗った、自分からドアを開けたって言うんですかね、連れて行かれたって。助手席に乗った。いつも動画をご視聴いただき本当にありがとうございます。共鳴塾のお知らせとなります。この度団駅コース開講となります。団駅は牧戦と言いまして、戦術の元祖とも言われるものになります。この恋愛はうまくいくか、取引はうまくいくか、相手が浮気しているのか、なくしたものはどこにあるかなどを導くことができる戦術となります。悩みや問題が起きたことに対処する術ともなります。悪い結果が出た場合には改善方法もご指導いたします。この改善方法は日本ではここ共鳴塾のみとなります。どこの学校でも教えてもらえない、教えることができない特別なものとなります。占いの初心者の方にも団駅コースは大変おすすめとなります。先人のよく当たる方は的中率 98% と言われ、外れることが珍しいと言われるほど相当な的中率を誇る戦術となります。明日彼と付き合いますか、明日の取引はうまくいきますかなど、直近の事項については市中水明や気学には限界もあり、こういった場合には特に団駅が使用されます。この団駅では霊符を使った処方がございます。霊符の書き方などもご指導いたします。この機会にぜひご応募くださいませ。この度共鳴塾市中水明コース旧制気学コースが開講されます。市中水明は生年月日、生まれた時間からその方の運命、解決方法を導き出します。その方の運命を判断するのみにならず、悪い事柄に対する対策や解決方法も説明いたします。仕事運、金運、恋愛運、健康運、あらゆる運気に役に立ちます。旧正気学は吉凶を知る方位学になります。引っ越し旅行など、相手の悩み解決方法を学ぶことができます。悩み事をズバリ当てたり、統計学による宝くじの当て方、その他たくさんの講義もございます。どこの学校でもわからないことを現役鑑定士橋本共鳴が直接指導する唯一の学校となります。皆様どうぞこの機会にご応募お願いいたします。